皆さん、こんにちは。男女混合のパフォーマンスユニット、AAA の中心的メンバーであり、ニッシー名義でソロとしても俳優としても活躍中の西島貴博さん。学生時代からモテていて、バレンタインデーは下駄箱に入りきらないほどの、チョコをもらったという逸話もあるほどです。そんな西島さん、やはり芸能界に入ってからも、熱愛の噂や目撃情報が多数あります。今をときめく人気者であるだけに、彼女の噂も後を絶たないようです。今回はフライデーされたという一般人の彼女との、ハワイ目撃談やハロプロ好きの噂、誰のガレ明美さんとの関係などについて、調べてまとめてみました。ぜひ、最後までご視聴ください。まずは、簡単なプロフィールから紹介します。名前、西島貴博、別名、ニッシー、生年月日、1986年9月30日。星座、天秤座、血液型、O 型、身長、170センチメートル、出身地、日本、北海道札幌市、職業、歌手、俳優、趣味、釣り、ドライブ。西島さんが芸能界を目指す前のまだ小学生の頃、バレンタインデーはたくさんの手渡しチョコプラス下駄箱に、入りきらないほどのチョコをもらい、学校から段ボール箱をもらい、台車を借りて持って帰ったんだとか。そして中学校の卒業式では、昔から憧れの人の第二ボタンをもらうというのがよくありましたが、西島さんは第二ボタンだけでなく、制服、シャツ、靴下、名札、手帳など、とにかく様々な持ち物を持っていかれたそうで、帰りは友人から借りた服で帰宅したそうです。番組でこのエピソードを紹介した際、司会の岡江久美子さんからは、追いはぎ気味たいと言われていました。昔からモテモテだった西島さん、芸能界に入ってもモテないはずがないですね。昔から人見知りがなく、誰とでも気さくに話すことができるという西島さん。さらにそのルックスから、これまで噂になった女性芸能人も多いようです。まず噂になったのが、AAA としてデビューする前のアクターズスクールが同じだった。元アイドルの三好エリカさん。同じ北海道出身で、西島さんが AAA の前に所属していたジャップスの頃に、交際していたようで、ペアの小物を持っていたり、恋愛の質問に自分たちから交際をほのめかすような、ジェスチャーをしたりとファンの間では有名だったようです。そして、その後三好さんは、2013年に一般人男性と結婚したことから、それより前に交際が終わっていたみたいです。ファン待望のソロプロジェクトを始動させて、早くも7年になる西島貴博さん。イケメンから3枚目キャラまで、様々な表情を披露する、魅力的なエンターテイナーですが、そうしたプロフェッショナルなサービス精神も、ファンの心を掴んで離さない理由の一つ。俳優としても評価が高く、映画初出演、初主演となった、愛のむき出し、では、キネマ旬報、新人男優賞の栄誉に、故、蜷川幸雄さんから、音楽ではなく芝居の世界を勧められたエピソードも有名です。そして、芸能人の噂あるあるといえば、共演がきっかけでの交際の噂。西島さんもドラマに多数出演したことから、これまで女優の方と噂になったことがあるんです。まず、ドラマ内で情熱的なキスが印象的だった。福田沙紀さんと噂になったようなのですが、ドラマ以外での目撃情報もないことから信憑性は低そうです。これまで彼女と噂された女性芸能人は多く、有村架純さんもその一人。いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう。では恋人役を演じ、ニッシー名義でリリースしたシングル、まだ君は知らないマイ・プレティスト・ガールでは、二人が踊るピンキーダンスが、可愛すぎると大きな反響を呼びました。ドラマの共演とその後西島さんの、ソロシングルのミュージックビデオに、有村さんが恋人設定で出演したことから噂になったのでしょう。こちらも仕事以外でのツーショットは、目撃されていないので信憑性は微妙なところですね。西島貴博さんと一般人女性のハワイ目撃情報を、フライデーがスクープしたとの、噂が出回ったのは2016年12月でした。お相手の一般人がマネージャーなのか彼女なのかについて、ツイッターでは様々な声が飛び交っていたようです。発端はツイッターに投稿された情報と、
西島さんと見られる画像。今は見ることができませんが、当時見たファンの話によると、西島さんとされる男性が一人で写っているもので、女性とのツーショットではなかったとのこと。顔も鮮明ではなく、写真の出どころも不明だったそうです。しかもフライデーが報じたわけではなく、それは噂に尾ひれがついた結果だったようです。ファンはその時期にあたる西島さんのスケジュールを調べ上げ、多忙を極めていたことを突き止めたらしく、やがて噂は収束。ちょうどこの頃、西島さんはスパリゾートハワイアンズのイメージキャラクターに選ばれたり、ソロツアーの追加公演が決まったりしていました。羽を伸ばしてハワイでデートどころではなかったというわけですね。ところが2019年11月、メガネベストドレッサー賞のお祝いで高級焼肉店にて食事した様子を、今度は本当にフライデーがキャッチ。熱愛報道ではなかったものの、この時はまだ SNS を開設していなかったために、レアなプライベート姿になりました。人気者なだけに、やはりフライデーにはマークされているようですね。元ハロプロの三好エリカさんとは、同じ北海道札幌市出身であるだけでなく、同じアクターズスタジオで学んだ間柄。西島さんは過去にライブの MC で自分はハロプロ派と話したことがあるらしく、イベントで三好エリカさんとの交際について質問された際は否定しなかったとの目撃談も。その一方で、お互いに恋愛感情はなく、悩み事を相談するなど仲の良い友達だったというご本人の証言もありました。真相は不明ですが、もし熱愛の事実があれば、堂々とハロプロ派とは口にできないように思えます。西島貴博さんを誰のがれで検索する人が増えているのは、バラエティ番組での誰のがれ明美さんの言動が関係している模様です。以前から AAA の熱烈なファンであることを公言している誰のがれ明美さん、番組で AAA と共演した際、ニッシーにバレンタインチョコを贈ろうかなと大胆な発言を投下していました。熱愛疑惑が浮上したのも無理はありませんけれども、二人がプライベートで会っている様子は全くなし、あくまで熱烈なファンの一人である可能性が高そうです。噂は同じ AAA メンバーともありました。かつて AAA で活躍し、現在は声優タレントとして活躍している後藤ゆかりさんとも交際の噂があり、後藤さんが AAA を病気を理由に脱退する直前に SNS で西島さんとの交際を書き込んだそうです。しかし、そんな噂はあるものの、実際その SNS が残っていないため本当なのか疑問です。そしてこちらも脱退してしまいましたが、元メンバーの伊藤千秋さんとも噂になったようです。噂の発端はインタビューでの好きなタイプはの二人の答えが似ていたからというこじつけのような理由でした。しかし、二人の仲の良さは有名で、ファンからは西千谷という愛称で呼ばれていたそうです。そして現在も AAA メンバーである宇野美沙子さんとも噂になっています。ツーショットのプリクラの流出や、二人でハワイにいるところを目撃されていたり、また週刊誌でも二人の熱愛記事が出たりと信憑性が高そうですが、西島さん曰く宇野さんとは仲が良すぎて女としては見ていないとのこと。またグループ内での恋愛はありえないとも言っていました。いずれもそれを裏付ける事実はなく、噂の息を出ないものばかり。恋愛ドラマでのお似合いな雰囲気や、同じグループで一緒に活動する時間が長いことから、熱愛の噂に発展した印象が拭えません。ソロプロジェクトが始動する前、数年間分の活動企画書を自ら作って事務所にプレゼンしたという西島貴博さん。ご本人は本業は音楽という強い意識があるのでしょう。2022年に36歳を迎えることで、結婚についても高い関心が寄せられているようです。一体どんな女性を結婚相手に選ぶのか、恋の行方にも注目です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それでは、また。